マイナスゼロは、広瀬忠氏によって書かれた SF 長編小説。広瀬の代表作と言われ、熱狂的ファンを多く持つ作品である。1965年、宇宙人に諸女長編として連載された、タイムトラベルもの。宇宙人においていくつかの短編を発表し、物など時間を扱った、ショートショートで知られていた、広瀬の諸女長編。しかし、 1970年10月15日に川で初防震車から刊行されるまで単行本化されることがなかった。この単行本化までにかかった時間は、後に空白の5年間と呼ばれる。石川隆は、この5年間を、長い鬱屈した日々と表現し、その名の通り広瀬は小説を全く書けなかったとも言う。 1970年下半期大賞の第64回直木賞候補となり、10名からなる選考委員の内柴良太郎は本作を最も高く評価したが、1 0に漏れた。また、2008年7月25日の集英社、文庫会定審版発売まで絶版による品切れ状態が続き、長らく復刊が待たれた作品でもある。 2008年本屋大賞の5周年記念特別企画、この文庫を復刊せよ。では、入手困難となっていた文庫本を対象に復刊希望を募り、本作が最も多くの票を得た。昭和20年5月26日0時頃、東京で空襲が続く中、世田谷の梅ヶ丘に疎開していた中学2年生の浜田敏夫は、空襲の焼夷弾火災に巻き込まれた林家の 伊沢先生から、18年後にまた、同じ場所に来てほしいという遺言を受ける。18年後の昭和38年同日同時刻、年尾が、遺言通り、旧伊沢邸を訪れると、空襲の時から18年間行方不明だった、伊沢恵子が、当時の姿のまま現れた。空襲時は、伊沢先生の、研究室にあった。 海緑色の巨大な箱の中に稽古は入っていたという。稽古は18年経っていることを知らなかった。その箱がタイムマシンだとわかり、二人は調査する。伊沢先生が残したノートから昭和9年に、伊沢先生を助けるため二人で行く手はずだったが、年尾は一人だけで中に入り操作してしまい、意図せず昭和7年についてしまった。ほどなく、 タイムマシンはアクシデントで年を乗せず戻ってしまう。年をは、伊沢先生が、タイムマシンで現れる昭和9年まで待つことにし、昭和38年から来た時タイムマシンから持ち出してあった、当時の紙幣と戦後の知識を使って、うまく立ち回ろうとするが、直木賞のすべて、第十四回選表の概要二千九年四月十四日、閲覧本屋大賞。 5周年記念特別企画。この文庫を復刊せよ。2009年4月14日閲覧。ありがとうございます。